はいどうもこんにちは、源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、大学生協お菓子紹介コープ7やっていきたいと思います。今日紹介するお菓子はこちら、じゃじゃーん。はい、ミルクケーキと明治でございます。明治のブラックチョコレートいただきたいと思います。はい、今日はですね、ミルクケーキいただきたいと思います。これね、ケーキって書いてあるんですけど、棒状のお菓子で、前一回食べたんですけど、驚きの連続でした。はい、ということで、どんなものなのかね、どんな商品なのか食べていきたいと思います。ということで、行ってみよう。はい、じゃあ食べていきたいと思います。はい、こちらね、ミルクケーキ、説明が後ろに書いてるんですけど、乳製品を濃縮乾燥させて作った優しい甘さのお菓子ですと書いております。乳製品が、ね、国内製造の乳製品が使われております。で、製造者が日本生乳株式会社ということで、そうですね、こちらミルクケーキ食べていきたいと思います。はい、どうなんだろう。わ、すごいですね。6本入ってますよ。こんな感じでミルクケーキ最低入ってて、こんな感じで6本入っております。はい、どんな味がするんですかね。よし、じゃあいただきたいと思います。6本入ってる、108円で6本ですから、1本あたり18円ですかね。うん、そんな感じでいただきたいと思います。うん、甘い。あ、いいですね。素朴な味なんですけど、甘みがとってもいい。この、なんて言うんだろう。しかもね、飴なんだけど、ミルク飴なんだけど、カリカリ食べれるんだよね。なんかこの甘さがとっても美味しい。うん、まずカリッと美味しい。舐めててもいいんですよ、これ。うん。溶ける。口の中で溶けるし、美味しいですね。カルシウムがすごい取れるみたい、これ。カルシウムね、26mg。1本あたりね。だから6本食べると、156mg ですか156mg も取れますよ。すごいね。いや、牛乳ってさ、あの、牛の乳を絞ってできるわけですけど、まあ、その、牛の乳はね、絞り続けないと出なくなっちゃうんですよね。だから、やっぱり、安定的な牛乳の消費が必要なんですよ。うん。で、最近、ちょっと牛乳の消費量が減ってきたらとかね。あと、飼料価格の高騰で、牛さんが食べるさ、餌代が高くなってきてるんですよ。なんか、ね、農業経済学的なことを申し上げて申し訳ないんですけどね。今円安じゃないですか。円安で、その、飼料をね、輸入してるんですよ。牛さんが食べる餌をね。だけど、その、海外から持ってくるもんだから、その、海外から持ってくるときに、その、ね、ドルに変換して買うから、あの、高くなっちゃうっていう感じなんですよね。まあ、放牧もね、結構ね、配合飼料とか使ってるみたいですから、そこもね、結構大変みたいですよ。だからこそ、その、牛乳のね、使用量、増やしていく、生活でね、いろいろ取っていくことがね、農家さんの支えになるんじゃないかな、とか思いながらも、食べていきたいと思いますね。そうなんですよ。結構、カルシウムが取れる。カルシウムってね、骨にとってね、大事な栄養分なんでね、山形県の会社なんですね。美味しい。美味しいよ。僕、夏休み行くんですよ。あの、別海町だっけな。別海だったっけ？ちょっと、忘れちゃったけど。地域研修でね、酪農のね、とこ行くんですよね。別海じゃなかったかな。忘れちゃった。そう。なので、いろいろ勉強して、またね、成果があれば、皆さんにお伝えしたいなと思ってます。はい、じゃあ次はですね、ブラックチョコレートいただきたいと思います。あ、これ絶対相性いいわ、ミルクケーキとのね。そうなんですよ。こんな感じのね、銀紙に包まれていて、プラスチック使ってないとこはね、本当に好印象。もう、パッケージから紙だし、こっちも銀紙だし、プラスチック使ってないのは本当にすごいなと思います。はい、じゃあこんな感じでね、チョコレートいただきます。ブラックチョコレート。あ、美味しい。あ、
ブラックチョコレートもね、甘いよ。甘すぎない甘さなんだけど、大人の甘さだから、この香りがいいね。カカオのコクっていうのかな。すごいカカオパイセンの取れると思うよ。これ 639mg だもん。本当に。美味しいね。美味しいし。本当に明治さんって、いいチョコレート作るなって思いますね。美味しい。まあ、これで、またね、消費増えて、タイトルのところね、YouTube のタイトルのところにゲージがあると思いますが、そこでね、枚数をね、今残ってる枚数を確認できると思いますので、ほか128かな ?128 から127に減っていると思うんで、どんどん食べていきたいと思いますね。はい。じゃあちょっとね、また今日もね、ミルクケーキと、ブラックチョコレート合わせていきたいと思います。こんな感じでミルクケーキとブラックチョコレート、こんな感じで一緒にして食べたいと思います。はい。いただきます。ちょっと落としちゃった。もう甘くてよくわからないですね。もうなんか、口の中がね、ディズニーランドですね。もう本当に、もうなんか甘くて甘々です。このブラックチョコレートもね、ブラックって書いてるけど、甘いんですよ。そう、自然な甘みっていうんですかね。ほのかな甘みなんで、こっちもね、砂糖使われてるんですけど、これもまた美味しいんですよね。はい、ということでね、今日はこういう感じになりました。ミルクケーキと明治のチョコレートのお菓子の紹介でございました。はい、いかがだったでしょうか。特にね、こっちのミルクケーキ、新商感というかね、本当に牛乳使ってて美味しい商品なのでね、ぜひ、見かけたらね、買ってみてください。大学生協にあってね、108円で売ってるのでね。はい、ということで今日はこれぐらいになります。チャンネル登録、高評価、興味のお届けしております。ということで、以上。